にちは、シーバードです。私シーバードはですね、フェルナンデスのギターを使って撮った動画がですね、 YouTube 上に500本以上あるという自称フェルナンデスフリークなんですけれども、まだまだですね、フェルナンデスにはいいところがあって伝えきれてないことがあるので、今後もこうやってね動画を撮っていきたいと思うんですけれども、今回ですねご紹介するのがピックアップになっております。じゃ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 んじゃん。これね全部フェルナンデスのピックアップです。でいろんなピックアップ使ったんですけれども、フェルナンデスの中でこれだというですねおすすめピックアップをご紹介いたします。私が愛用しているこちらですね、 RE180C の、まあ、カスタムですね、ラッカーの塗装にしております。滝川一郎さんのモデルです。薄めのボディに本マホのネックとボディ、非常に気に入っている一本で、いろいろピックアップ変えたんですよ。まずフェルナンデスで、まあ、一番有名なのはね、多分 VH1 かなと。これがね VH1 ですね。これ結構古めな VH1 になってます。裏がね黒ですね。見た目はねパフ系というよりはどちらかというとディマジオ風なスーパーディストーションみたいなですね見た目なんですけれども、まあネーミングの由来がヴィンテージハムバッカーの VH、 まあその1号機ということで、フェルナンデスの中でも初期の方からずっと使われていて人気のあるピックアップです。もちろんこれもいいんですけれども、 VH2、 これはですねダンカンの JB に寄せて作られたものだと言われております。で VH3 は VH1 の廉価版 で VH4、VH5、VH6、7、8、9、10まであるのかな。でその後 FHM になるんですね。2から始まる4桁と3から始まる4桁と。でまあその他に VH の401ですね。これはヒデさんが使用していました。で割と近年系と、まあ近年つってもね、2000年初頭ぐらいからこのね FHM3140、これは3140ですね。4芯タイプになっております。まあ、そんな中ですね、私がおすすめするのはですねこちら3つあるんですけれども、これ全部同じです。あまりにも気に入りすぎて3つも買ってしまったという、それがこれにも載せてあるんですけれども、フェルナンデスの VH4 なんですよ。 VH4 ねめちゃめちゃいいです。もともとは44マグナムのジミーさんがパッシブで EMG っぽいサウンドをというところで開発されたのが VH4。 もうさすがのクオリティでですね、実はヒデさんも滝川一郎さんも一時期は使用していたと。ヒデさんで言うと、まあ、ファーストのツアーの赤シャチですね、赤シャチに乗っかっていたのがこの VH4 で、でセカンドのツアーから登場したジャガータイプですね、あれにも実際のヒデさんのものにはこの VH4 が乗っかっていて、市販されているものはですねディマジオになってるんですよ。実は VH4 だったというふうな感じで、滝川一郎さんもですね EMG だったりディマジオだったり、そして VH4 を通ってウルフに1回行った後トム・ホームズ、現在は405と455なのかな。ですがそのスーパーギタリストたちがこの VH4 は通ってるんですよ。ではクリーンで鳴らしていきます。リアにね VH4 乗っけてて、フロントはね乗車取り上げモデルになっているのでディマジオですね。なのでリアを鳴らしていきます。クリーンからカラッとしながらも太さがある。アクティブっぽいかっていうと全然そんな感じもなくて、パッシブの温かみがあると。では歪ませます。ファンコーチさんのティッティスクリーマーでいきましょう。
にこうギュッとした歪みというか密度の濃い感じの歪みになっております。そしてクリーンはこんな綺麗で歪ませると、みたいな。これはねフェルナンデスが誇る本当他社にも負けないピックアップだと思います。ちょくちょくねヤフオクとかにね落っこってるのでぜひぜひねチェックしてみて、しかもね価格もね全然高くないですよ。まあちょっとね高騰がね今後あり得るかもしれませんが、ぜひぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。